ヤマハトレーサー 9GT に乗って伊豆スカイラインを走ってきました。 XSR900 それから MT09 と乗ってきましたが、同じ系統のエンジンであるこのトレーサー9GT ですねは乗ったことがなかったので、今回伊豆スカイラインを走ってきました。でこれはねすごいいいですね、このマシン。いやーびっくり。まあアドベンチャーバイクに、まあ、分類される形だとは思うんですが、これはね最高ですね。いやーびっくりした。楽しかった。乗りやすいし楽しい。これはね XSR900MT09 と3台の中でこれが一番いいんじゃないかなと思いました。まあアドベンチャーバイクなんでね、まあ走りはそんなに大したことないのかと思いつつも、まあ前回のトレーサー900に乗った時にまあやんちゃな走りを体験していまして、で今回このトレーサー9となった時にまあかなりやんちゃで、まあワインディングも楽しめるんだろうなと思ってはいましたが、ものすごく楽しくなってます。あの前のトレーサー900の時はやんちゃさばっかり目立ってたんですけども、今回はね安定感もプラスされてます。いやねこれはねすごいですよ。アドベンチャーだけどワインディングもものすごく楽しめました。何が良かったかってね、フロントの接地感が非常にありました。これね MT09 でフロントの接地感が弱い感じだったんですよ。まあ MT09 も改良されてだいぶ接地感、まあフロントの情報がかなりね戻ってくるようになってはいるんですけども、このトレーサー9の方がフロントの情報はすごく濃く返してきますね。そこで結構安定したコーナリングができます。まあ、ストロークもちょっと長いのかな、多分長いんだと思うんですけども、そこもいいように、まあ、作用してるんだと思います。あとまあフロント周りがねきっとこういうプロテクション関係、風がねこう来ないようにとかしてあるんで、フロント周りは若干重さがあるのかもしれないです。ただそれが、ね、よく作用してます。だからフロントの接地感がすごくいいので、もう安心して倒し込める、安心してコーナーに入っていけるっていう感覚があって非常に楽しかった。これはねワインディングほんと楽しい。この感覚はBMW の F900XR だ、 XR の感覚にちょっと似てます。ただそれよりももっとなんだろう、アグレッシブに、しかもちょっと SS、まあ、SS チックまでは言わないんだけど、 SS チックで言ったら前のトレーサー900の方が SS チックでした。でも今回のトレーサー9の方がもうちょっと落ち着きのあるかつコーナーのフロントの情報がすごく入ってきて、まあ、楽しめるタイプになっています。だからこれはね進化したんじゃないかなっていう感じですね。これはねまあ、XSR900 と MT09 とトレーサー 9GT だとこのねトレーサー 9GT が一番いいんじゃないかな。これはすごいですね。でやっぱり元々がねアドベンチャーバイクなので姿勢も特に前傾じゃないです。もちろんすごく楽ちんなポジションです。でもねワインディングは楽しめますよ。これすごくセルフテア入りやすい。でセルフテアじゃなくてもハンドルで内側のねハンドルに、まあ、プッシュ しながら入っても非常によく曲がるし、すごくね無駄がない、非常に楽しくクイックに回れます。でかつもちろんアドベンチャーなので積載能力もありますから、これは旅バイクとしても優秀だし、何しろこのエンジンはねどの3つのタイプ XSR900 それから MT09 もそうですけど、どの回転域もねしっかりトルクをすぐに伝えてくるんで非常に乗りやすいんですよ。もうちょっとこうもたつくところがないんですねこれで。かつ別に
ガバッと開けるとビュンと出ますけど、普通に開けてる分には非常にどんつきもなく扱いやすいマシーンなので、これはねスポーツ性も良くて、かつツアラーとしても優秀なオートバイだとすごく感じましたね。まあ今回ライディングモードは2です。2、一番激しいのではなくて2で走りました。まあこのタイプはね、昔に言っていた A モードはかなりやんちゃだったので、まああんまり試すこともないんですけども、もうモード2、あ、まあ A モードというのは今の1です、モード1になりますけど、2でもね十分楽しめます。十分っていうか、もう2でいいんじゃないかなっていうぐらい、この伊豆スカイラインっていうのは割とまあ中速高速コーナーが多いワインディングなんですけれども、まあそこはねこの2でも十分すぎるほど楽しめます。まあアドベンチャーバイクでこれだけねサスをよく動かしながらコーナーでトラクションをかけて、しかもフロントの接地感もよくあってぐいぐい曲がっていけるっていうのはね、これ楽しくてしょうがなかった。でかつ伊豆スカイラインの手前にまあ十国峠等を通る、あそこなんて言うんだろうな、もうちょっとタイトな低速コーナーがあります。でそこもねしっかりサスがよく動いていなしてくれるというか、しっかり受け止めてくれるので低速コーナーも非常にリズミカルに走れます。だからこれコーナリングはね非常に楽しかったです。でかつツアラーなのでもちろんね楽ちんですよ、これほんと楽ちんだった。だけど早くも走れちゃうから、なんだろうな、これ両方取れる感じ。ちょっともうかなり今回興奮しちゃってますけど、ちょっとまた落ち着きますね一旦ね。まあ割と腰高ですよ、まあ、だから足つきは決して良くはないです。だからあまり背が高くない人はちょっと足がツンツンになっちゃうかもしれないですね。まあ自分は174センチですけれども、まあつま先ではなくまあ親指の母子球がつくぐらいの感じでは乗れるので、全然普通に乗れました。でこれねニーグリップが非常にしやすかったです。そこもコーナーが楽しめる部分の一つでもあるし、やっぱり長距離ツーリングの時にニーグリップがねしっかりと自然にまあ締められる、タンクを締められるっていうのはまあ姿勢制御において非常に疲労軽減してくれると思います。でこのね3気筒の良さが非常に出てますね。V 型のエンジンに似た感じでどっからでもついてくるトルクと、あと回せば回すほど非常にまあじんわりとトルクが上がっていく、スピードが上がっていくっていうところですごくコントローラブです。かつガバッと上げた時はドーンと前に出ていくのでスポーツ性もあるんですよ。その辺は、まあ、この後はアフリカツイン乗るんですけども、アフリカツインの2気筒よりももっとスポーティーに走れる。アフリカツインの場合はねちょっとガバッと上げたとしてもゆっくりと加速していく感じ、まあ、ゆっくりじゃないんだけど、まあ、このトレーサー9の方がキビキビと動いてくれるので、スポーツ性を求めるんだったらこっちかなっていう感覚は非常にあります。で、まあ、立ち姿勢ですけども、まあ、ウィンドプロテクションがこれだけ立ち上がっているので風の抵抗というのは非常に防げられますので、まあ、長距離の疲労軽減には非常に寄与しているでしょうし、まあ、このナックルガードもねありますんで、そういう部分でこれはね本当スポーツを諦めないアドベンチャーツアラー、もしくはスポーツを諦めないロングツアラーのマシンとして非常に優秀ではないかと。で見た目は結構大柄でした。ちょっとあ大きいなっていう感覚はあったんですけど、乗ったらね、まあ、軽いです。それはやっぱりそのどっからでも開ければトルクがついてくるんで軽快に動いてくれるところもありますし、ある程度の安定感があるんですよ。その安定感というのはこれロングホイールベースのおかげなのかもしれないし、ちょっといろんなバランスの関係かもしれませんけれども、そういう安定感もあって非常に乗りやすいですね。だから足つきの問題さえなければこれはね初心者の方にも非常におすすめできるオートバイです。
やっぱね、このエンジンは本当優秀ですね。で、かつこのライディングポジションが楽な上に、コーナーのその直線じゃないコーナリングの時のフロントのね、荷重の情報がこれだけたっぷり来ると、非常に安心してコーナーに進入できるし、コーナー中もアクセルが開けられるというところで、非常に高い運動性能、さすがヤマハだなっていう感覚があります。やっぱりヤマハのこのアドベンチャーっていうのはちょっと違います。しかもやっぱりそこはヤマハの3気筒のこの円熟味、まあ、これだけね、まあ、熟成を重ねていったエンジンなので、やっぱりこのエンジンは非常に優秀ですね。いや、もうこれ完全にベタ褒めです。これなんだろう、欠点あるかな、あんのかな欠点。いや、それぐらいいいですね。多分車重もそんなに重くないとは思うんですよね。まあ XSR900 とか MT-09 よりは多分重いとは思いますけども、ただこれね、走り出したらかなり軽快でしたね。いやー、これはねすごいマシンだなと思いました。まあもともとね、 XSR900 と MT-09 の評価は自分は高かったんですけども、このトレーサー 9GT に乗ってさらに上がりました。で、3台の中でこれが一番いいです。まあ、ちょっとね、これ皆さん乗ってみてください。ほんとね、いいバイクでした。これちょっとびっくりした。ちょっとこれね、欲しいなって思ってきましたね。